はい、それでは次行きましょう。はいはい、では青ひつぎ様と一緒、はい、役の浅沼さんお願いします。いや、ここしかないでしょう。2番です。ちょっと待て。お、お、伊藤。ちょっと待て。よかった。来ました。はい、原井空港役葉山さんも2番でございます。はい、これは負けませんよ。ちょっと理由をじゃあ聞いていきましょうか。はい、では浅沼さんから。これはね、皆さんね、昭和生まれの人には刺さる理由を今言いますよ。昭和に刺さる、はい、ちょっと平成は突っ込んでてほしいんですけれども。皆さん、ね、昭和の学園もの。はいはい、悪い奴ら、大体あの辺。間違いない。いいですか、うん、いちじくさん、ちょっと悪そうですよね。悪い。はい。うん、で、まあ、甘いやつ、これ。もう悪い。前でも悪い。悪いですよね。悪いよ。で、そしたら、さまときは2番の席でこうやって。いや、やってる。ああ。こうやって授業を受け、うん、誰かがいいことを言ったら、ゆっくりと。あ、拍手してくれんの？で、クラス中がパチ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 ってなるっていうのを、もう想像ができるじゃないですか。はい。だから2番しかないです、その時は。まあそうおっしゃってますけれども、節操だってなかなかな悪ガキでございますよ。まあまあね。ですよね。ガム食ってるもん。節操は、足組んでガムくちゃもやりますから、きっと。よりワンランク上のこの平成の風を吹かせる。で、プラス、多分一軸さんは、級の中でもちょっとまとめ役的なポジションにいると思うんですよ。でそこにこう風紀委員ではないけれども風紀を守っている空港が後ろに座るっていう。でその隣に風紀を乱しまくってるだろう雨宿霊がいるっていうこの三組が出来上がるんです。はあ。それが美しい三角形となってあそこの席は保たれるわけですよ。だから空港は絶対に2番なんです。さあもういいですか、大丈夫ですか。でもやっぱり空港は3番にいた方がやっぱ人やとね重視の近くにいられると思うんですよ、ね、いやいやいや、トライアングルだ。違います、違います、確かに。いやいや、全然3番譲りますけどね。いや別に3番欲しいわけではないんですよね。2番ならリオだってねそこにいますし、目の前にそう、ね、孤独の人なんで。そっか、いやそこチームここの人なんだ。よし決めよう。じゃあこれ誰が2番に座るべきか。それでは残りの4名、うん、私が、それぞれの名前読み上げますから、より2番にふさわしいと思う方に挙手をお願いいたします。分かりました。多かった方が2番が決定ということになります。はい、はい、それでは、2番はサマトキが良いと思う人挙手。はいはい、ありがとうございます。なんでちょっと終了。ありがとうございます。なんでだよ。ということで2番は、はい、青ひつぎサマトキということになりました。伊藤です。おめでとうございます。一番美味しい席を取られました。ただ教室の風紀はちょっと乱れてるかもしれません。まあそうね、ここはやっぱ抑えてこないと、ね、さっきさだからね、新庄さんは3番がいいじゃないかって言ってましたけど、そうそうそう、空港的に3番はどうなの、うん、もう2番しか考えていませんでした、ね、あれ切り替えていかないと。ワンチャン今これだから3番空いてる可能性あるから次の番号早めに書いておいてもいいね。どんどん番号出してとかいいんですね。早山さん早めに書いてください。次は、私は、白井さん当てますので、はいはい、また被ったら次も登場する可能性があります。いいですか。